参戦にはびっくりしました。今お気持ちはどうですか？プロレスリングのは初めてのリングインです。いや、あとは見てくれよ、対戦相手とは稲村選手とは後楽園ホールでやり合いました。手応えは何かあったんですか？誰だか分かんないけど、とりあえず今日大阪でそいつやるんだろ。はい、やるだけですよ。ええ、見てください。とにかく見れば分かる。うん、そうだね。大会場エディオンアリーナ大阪第一競技場、プロレスリングノアの花道にリングに、この重低音、調べが鳴り響く時が来るとは。藤田和幸、くせ者にしてやり手の杉浦軍野沢論外が最後の継承者と称して呼び込んだ異物中の異物、継承者とは何ぞや何を継ぐものやらと思いきや、よりによって猪木イズムの継承者藤田和幸。4ヶ月ぶりの大舞台に大物中の大物が控えるリング、飛び込んでいく稲村良樹、解き放たれました。2匹の野獣がということになり得るか。この純白のノアマットです。レモンイエローの縁取りがエプロンになされています。新調されたマットの上、新たな存在、野獣藤田和幸、はぐれ IGF インターナショナル、まず組み合いました。さあ、解説の佐久間さん、はい、この2人 8.29 東京後楽園ホールでもうすでにリング上でやり合いましたけれども、はい、稲村にとってはビッグチャンス、何しろあの藤田ですからね。そうですね、まあ、もう新日本プロレスのリングでもそうですけど、やっぱ総合格闘技のリングでの実績というのがもう日本人選手の中でもね、こう今回参加している桜庭和志と並びね、素晴らしいものがありますから、この選手を相手にね、稲村スタイル的にちょっとノアスタイルとも違うので難しい部分はあると思うんですけど、だからこそね、こう自分のスタイルをどこまでぶつけていけるかというところに注目してみたいですよね、はい、藤田が体勢を入れ替えました。思い切り張っていく、ちょっと効きましたね。そうですね、この一発一発の破壊力ということになりますね、はい、うん、それに対して気持ちでまず引きたくない。後楽園ホールでは随分食らいついていきましたよね、はい、そうですね、これ得意のフォアアーム打っていきましたけど、もっともっといってほしいですね。さあ、お前が走ってぶつかってこいと、藤田その胸板に思い切り、ここで打ち勝つところが稲村のパワー。いいですね、いやもうこれどんどんね、どん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 出せる技どんどん出せた方がいいですよ。そうですね、はい、さあその一つにブレーンバスターがある。早くも投げ切りました。稲村から見てみると N1 ビクトリー出場できなかったという鬱憤も溜まっている最中なんですね、はい、そうですね、これいうし、ね、大きいシングルマッチが組まれたということはね、モチベーションにもつながっているでしょうし、いやもうこれはとにかくガンガンいってほしいですよね。そうですね、いやしかしとなってくると倍、それ以上の返しが待っているのはもう運命的、はい、そうですね、これ当然厳しい攻撃仕掛けてきますからね。まあ、藤田ね、涼しい顔してますから、この余裕を奪いたいですよね。そうですね、まず藤田を怒らせることができるのか、はい、稲村。藤田は日本大学レスリング部出身、全日本選手権2度優勝、総合格闘技ではプライドでの活躍、新日本プロレスでは IWGP ヘビー級王座獲得、まさに何でもありの危ない男。本当そうですね、現在もその MMA では韓国ロード FC で3連勝中、プロ
ロレスリングノアに参戦。そして何をこの稲村相手に見せつけるか。稲村ロープが右腕へ届きましたが、リング中央まで引きずってくる。そうですね、意外なインサイドワークというか、はい、しっかり相手がロープを掴む瞬間を見てましたよね、藤田。総合格闘技の、ね、これエスケープのない試合をしているだけに、そこの計算というのはどうなのかなと思ったんですけど、はい、やっぱりね、もともとが新日本プロレスですから、そういったところでこのリングの使い方、プロレスのルールというのも、ね、しっかり把握しながら試合をコントロールしようとしていますね。なんといってもそのキャリアという点ではもう帰ってきた修羅場が違うということですよね、うん、そうですね、まあ、いろんな経験してますからね。大勢とはおよそ20年前、三沢光晴さんらとあのゼロワン旗揚げ戦で相対したことはあったんですが ね、はい、すね、あのね、リング上の大混乱の中でこの先に接点が生まれるのかと思いきや、生まれずに来て、まさかねこのタイミングで、しかもねノアの若手の稲村との対戦が実現すると。あ、行きましたね稲村、手下切り状態のチョップから、いや、なりふり構ってはいられない、政権右左前のめりに倒れた。稲村にこれはスリーパーホールドとキャメルクラッチ同時に締め付けてゴングです。危ない危ない危ないですね。今その前のパンチもかなり効いてましたよね。ああ、藤田が最後は右左の拳、はい、その後の攻撃はほとんど必要がなかったような。そうですね、最後もねキャメルクラッチとスリーパーを組み合わせたようなえげつない締めでしたね。いや、これぞ藤田という怖さ、凄みを見せつけました。あのパンチ2発、もうさらに3発目も振るってましたからね、決まってたらと思うと恐ろしいですね。勝負タイムは3分43秒。リングを後にする大きな背中、ちょっと稲村のダメージ心配ですね。そうですね、いや、またそして藤田和幸がこの後どう動くのか、はい、そうですね、どこをターゲットにしてくるのか、あるいはノア側の選手から藤田でやらせろという声が、ね、上がってくるのか、そういった部分もちょっとこう、まあ、もちろん、ね、稲村もこのままで終われないでしょうからね。今日のところは圧殺、うん、撲殺という形になってしまいました。しかし見どころをいくつか。そうですね、あの稲村のこう向かっていく姿勢というのはね、このまだデビュー1年になったばっかりですけど、これね非常にこういい経験にはなったと思いますよ。そうですね、はい、あ、稲村この後の逆襲、噛みつきはさらにあるのか。そして藤田和幸、さらにこのプロレスリングノアでどう立ち回るのか。この後も見逃し厳禁です。圧勝でしたけれども、試合の感想は。終わりだろ、ドロブレ、もう沈むだろ、これ、うん、俺がなんで出なくちゃいけないんだ、こんなところなあ。あんなのしかいねえんだろ、あんなのしかいないんだろなあ、他に誰いんだよ、お前、こんなところ、お前、どこが箱舟だよ、お前箱の形した泥舟じゃねえか、お前なあ、他になんかねえの。何、この後ノアマットでまだ参戦する気持ちあるんでしょうか。気持ち、そんな俺が決めるもんじゃねえよ、お前、俺が欲しかったらいつでも呼べよ、ああ俺が欲しかったらいつでも呼べよ、お前、いつでもこんなの相手してやるよ、クソみてえだお前ら、この野郎。ノアマットで興味のある選手と、ノアマットで興味のある選手、誰もいない。誰だお前、誰だか分かんねえじゃん、名前なんか出てこねえよ、誰だよ、